1合目から2合目までの単純な山道が本当に辛かったね。とにかくこの山は初めて登ったけど、坂がとにかく急。なんか見る余裕がないな。とにかく景色が綺麗な場所に来たな。ねえ、まだ2合目の途中だけど、なんかあの山は登ることに。ここに3合目になるとトイレがあるんだね。ここまで、トイレ行きたい人はここまで我慢。吹山、いよいよ5合目まで来ました。まだね、あと山頂まではこんな感じ。ああ、まだまだありそうやな。で、5合目のドリンクはこんな感じだね。普通のが200円で、ペットボトルが240円。ああ、坂が急になってきた。今も下はこんな感じです。風はすごい冷たくて気持ちいいんだけど、わあ、かなりしんどいです。両手を使っていかないと。よいしょ。下落ちた。怪我じゃ済まんな。やった。吹山さん、山頂に来た。やった。ついにとも。やったぞ。おお、すげえ。お、これかな。山頂は。よっしゃ。よっしゃ、あの次に行かしてもらおう。着きました。よいしょ。さあ、着きました。あ、すごい、あっちに見えるのが、琵琶湖だよ、琵琶湖。すごいな。
あそこが多分この辺だろう、彦根とか、彦根とか長浜があの辺りだ。今12時47分。じゃあ出発。気をつけていきましょう。結構下りはね、楽しいんだけど、結構怪我するのは下りだから。よいしょ。すげえ。こんな感じだったんや。もう登るときは余裕なかったな。そう、下りの好きなところはここもいいんだよな。この下りの気持ちよさ。